M ラインスペシャルは5月13日の公演から観客の皆さんの声出しが可能になりました。この公演に出演していた夏焼さん、やってみていかがでしたか？あの始まる前から、こうね、皆さんがすごいあの名前呼んでくれたりとか、そうなんか音楽に合わせて、うん、おいおいとか、確かにもうすでに声がもう出ててみんなの、でさ、もうずっとそのね声出し禁止だった時とかは、それもなかったじゃん。なかったですね。そうなんか静かなところから始まるっていう感じだったから、もうなんかそれにもずっと違和感があって、多分そのみんなの声ででもね、やっぱすごいエネルギーを感じて、よりこう頑張ろうって気合も入ったし、そうで1曲目出てってスペシャルジェネレーション曲から始まったんですけど、もうみんなの一発目のスーっていう声、もうあれ聞いた瞬間なんか踊ってるんだけど、もう指先から鳥肌ブワーって、なんかすごくて、もう待ってたよっていう感じで、もう大興奮だったの、でなんかでもやっぱ1曲目だし、なんかすごいでも感動しちゃって、ちょっともう泣きそうになっちゃったのね。そう、もうそれぐらい本当に嬉しくて、そのあのお客さんだけじゃなく、もう私たちも本当に待ちに待った日っていう感じだったので、はい、すごく感動しました。ありがとうございました。いや、その公演にね、かりんはそうなんです、そう出演してなかったんだけど、私はかりんちゃんいてほしかったって、もう強く思った。私もいたかったなという気持ちがね、すごいあったんですけど、で特にこの M ラインスペシャルでは、もう今ハロープロジェクトではもうメンバーさんがいないキュートさんだったり、ベリーズさんだったりの楽曲もあの声出しできるっていうことじゃないですか、ってなってくるとめちゃめちゃワクワクだなというか、なんかもう声出ししてあの曲をなんか応援できることはないんだと思ってた方が、特に夏焼さんはねオリジナルのメンバーさんなので、なんか戻ってきたぞみたいな感じがすごいあるだろうなっていうのはすごい感じるので、なんか私自身も出演するのがすごく楽しみだなと思います。まあこれからね、本当に続々といろんなメンバーが出演していくと思うんですが、まあ、ゲストとかもたくさんの方がこう出てくれるんだけど、気になる子とかいる？そうですね、あの宮崎ゆかちゃんは初めて M ラインスペシャル出演するので、なんかゲストとして来てくれるんですけど、ジュースジュースの曲とかね、まあ一緒に歌えたらいいなというか、やっぱ10周年なのでジュースジュースが、なんかそういった意味でもなんかこう意味のある曲だったり歌えたらいいななんていうふうに思っていたりとか、こうビヨンズのみんながゲストで続くので、なんかね、どんな風になっていくのかなっていうのはすごい気になるなっていう感じで、引き続き楽しんでいきましょう、楽しんでいきましょう、